お前、その刀、違う、知らねえ。刀落としてやったら勝手に殺し合いが始まって。鬼！派手にやっておいでだな！主天様。鬼か。母親はどうした？はぐれたか？死んだ。そうか。都の状況を伝えに来た。帝からの書状？結界がほとんど効力を失っていた。大江の鬼の襲撃が激しく、都は防戦一方だ。生きよ。鬼と人とが手を取り合える、その日まで。我は佐賀源氏源敦が嫡男、摂の渡辺の綱である。むやみな争いはしたくない。して断末魔というのは死ぬ寸前よりも少し前によく響くものなのですね。せっかくそれがしの術で都の結界を弱めているのですから、そちらで暴れ回ってほしいものです。本名寺、するな。いや、あなた様は。さては地獄の果てより舞い戻ってか。いや、それは勘違いでして、私は陰陽の神として帝にお仕えしております阿部の安名と申します。都と和平を結べとまでは言わぬ、襲撃をやめよ。断れ。さて、師弟様よりご伝言です。この子鬼を返してほしくば大江の里まで来いとのこと。お待ちしております。てめえも家族を鬼に殺された。俺も人に殺された。はあ、同じだ。お主の気持ちは痛いほど分かれたが、私はもう誰も殺さない。殺す殺す殺す、殺さねえと俺が殺しっぷりだったな。考えるな。頭はいつだって心と体に追いつかぬ。俺の心と体は死体様。俺のしたいように、俺の心と体がしたいこと。今だけ。そうだ、俺が殺してきた人生を肯定しろ。視点様と出会い愛され、しかし人どもへの復讐のその喜びの中で生きている。